八王子ラーメン。玉ねぎを細かく刻んだものが確認できる。八王子ラーメンは、東京都八王子市のご当地ラーメン、醤油タレの醤油ラーメンである。トッピングとして、一般的なチャーシューやメンマの他に、刻み玉ねぎを使うことに特徴がある。昭和34年、北の駅前にあった、惣菜店が、区画整理で小安町に移転することになった。 惣菜屋を続けることが難しいと考えた店主は、ラーメン店を始めることにした。その当時、ラーメンを出す店といえば、出前もする中華料理店が当たり前だった。ラーメン専門かつ店内での飲食のみで何かしら、特徴を出そうと試行錯誤をしていた時に、北海道旅行で刻んだ玉ねぎが入ったラーメンに出会った。玉ねぎの食感を損なわずに辛みを抜いたスープが、 作れないかと工夫を重ねた結果、ラードの油が玉ねぎの辛みを抑え甘みを引き立ててくれたという、そのラーメンを供する店が、初富士で八王子ラーメンの発祥の地とされる。以後、急速にこの形式のラーメンが広がった。当初は地元でも知られていなかった、八王子の刻み玉ねぎ入りラーメンを町おこしに、使おうと、2003年に八王子市役所職員の立川博幸や地元、 大学生、ちぐさやすなどが八面会を設立。後に、八王子ラーメンと名付け、町おこしに利用している。刻み玉ねぎ以外に、醤油ベースのタレ、表面を覆う湯子を三大特徴とする、八王子ラーメンを出す店は、現在、市内に30軒以上あるという。2005年には、八王子ラーメンマップを、公共施設などで無料配布するようになり、 八面会の公式ウェブサイトでは、店舗の個性や歴史などを発信しているとともに、市民講座を開催している。これらの活動と町おこしに関しては、八王子市長メールマガジンで触れられている。2015年4月には八面会が提起している、ラーメンを提供している店舗のガイドブックを作成、配布している、豚骨を使っただしに醤油タレと中細の中華麺から、なるラーメンである。具は、 一般の醤油ラーメンと同様、チャーシュー、メンマを基本とし、加えて刻み玉ねぎをトッピングとして使用する点が共通の特徴である。また、液状の透明な油をスープの表面に浮かせていることが基本形である。八面会の定義によると、生刻み玉ねぎを使用することが必要条件となっているが、上述の共通点以外においては、ジアトッピング、 メニュー、その他のスタイルは店舗によって様々である。ラーメン専門店が多いが、つけ麺や餃子などを出す店舗もある。仙台が、八王子ラーメンの発売に関係した、終わりや滝井製麺所の麺を使う店が多い。この麺は、防腐剤を使用せず、製麺時に、井戸水を使っている。2009年1月にファミリーマートから、レンジ八王子風ラーメンが、関東限定で、同年2月に、 セブンイレブンから八王子市、日野市限定で八王子ラーメンが発売された。同年12月には改装された八王子市役所食堂のメニューに八王子ラーメンが加えられている。道の駅八王子滝山や石川パーキングエリアでも八王子ラーメンを提供している。2015年7月には東京西地区のセブンイレブン限定で冷たい八王子ラーメンが発売された。 ありがとうございます。